マルゲームなんですよ、マルゲーム。マルゲームって。海での人の数が多すぎです、今、ワイキビーチは。いや、ゼロじゃない。It's always a good time. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. はい、どうも、ワイキキ工房、ゆうたです。ヨウスケです。はい、ということでですね、今ハワイ実は再ロックダウン。2回目の3回目じゃない公式の基本的にあのハワイ州が管轄している敷地クローズドになりましてなんかいろいろ矛盾点があるんだよねそうね例えば最初はこちら今ね状況的にはアラモアナビーチパークに来てるんですけどこんな感じになってる進入禁止になって車とかで作ってやってるんだけど結構人いるのよ中ね、でもこれサーフィンとかしてる人でしょエクササイズは OK なんだけどそれ以外の目的はダメって書いてあるねうんあのやっぱりね公園の中に入ることはやめました僕たちあのエクササイズ目的でじゃないのでまあ見る限りなんかちゃんとサーフボード持ってる人もいるし人が全然砂浜にいなくてほとんど海の上でこうポカーって浮かんでる人たちが多いんでテントもなくなったね来てる人はいないねあんまりうんまあでも純粋にエクササイズのために海に来てる人が多いねだね、うん、次ねもっと面白いからなんかやってる臭いね販売機が光ってるから普通に表示されてて売ってるし中もそれもいいし何だったらちょっとこれ映画館の入り口なんだけど普通に営業してるしすごいねどうかしてないこれ結構映画館って結構リスク高すぎじゃないですか、ね、個室に詰められるわけだ人間が、うんまあ、何かしらのなんか対応策はやるんだろうけどもあっちでしょさっきのそれならえあっちは丸カメうどんいや丸カメうどんでしょこっちはね、こっちは丸ゲームなんですよ、丸ゲーム。何丸ゲームって、うどん&天ぷら。本店、本名はね、だけど、丸ゲームになってんだ。いや、知らなかった。だけど、アメリカだと、丸亀ってやつと、丸ゲームって、今みたいに言う人が多いから、ハワイ店だけ、こういう名前変えたの。丸亀っていう暇つぶし。今ね、もうすぐであのワイキキのポリスステーションの前を通るんですけれども俺たちね、職質される可能性あるんだよねでもやってるね、取り締まりやってんのかなあれ、ハーフーテてるけどまあでも俺たち別に変なことしてないからなんやってんだ、エクササイズじゃねえのにっておい、てめえ5000ドル稼い、俺ファンやるから許してくれよ ID だ ID ID チェック ID チェックがされてるやべこっち見られるところだったていうかさサーファーのエクササイズの人多すぎねアリスかこれはねでもすごいねあれ逆に事故起きるよねあんなすごいねあの多さわあ。この波が作ってたから止めた方がいいかえ今サーフィンの話をしてるんですよあ、サーフィンの話今来たの、ほとんど今、通り過ぎたんですけど、2回も行けるけどもうちょっと待ってすげえよ一人でこうやって、動いてまあ、動画撮ってるからなんかわかんないけど OK、今撮って OK それアリナの逆におかしくないスレスレだぜ、だってそんなにさ、厳しくやったりソーシャルディスタンスとかうるさくするんだったらさこれもどうかしてると思わない、ね、ハワイ人当たりそうだもん、だって人の海での人の数が多すぎです今ワイキビーチはやだよわーってやってきてよ別の病気になってしまいそうじゃん5人以上の集会は禁止ですので注意してくださいハワイ来るときはじゃあハラ解散させてあいつらマジでやんねえすげえすげえなんかキモいどうぞやってるね俺撮るような雰囲気であの人たちはワイキビーチのところでエクササイズ目的じゃなくて座ってたから
ダメということで、まさに今やられてるね。ちゃんと今ゆうたの顔半分でちゃんと撮ってるけど、いい感じ。あ、やばいね。いや、すごいね。いい感じですか。いい感じに撮れてるけど、かわいそうだな。あれで大体100万円巻き上げることができたから、2人で50、ね、5000で50万で100万。いいビジネスだね。なんか今ちょうどサムネ撮ろうぜって言って、あっち行った瞬間にいたよね、警察やつ。よかったね、よかったね、あそこでサムネ撮らなくて、ね、うん、はい、ということでですね、まあ、また緊急事態宣言出てますが、それでちょっと待って、で、罰金もね取られちゃうので、ちゃんとルールは守って座り込むとダメだね。座り込むと完全に罰金取られるね、公共の施設で。あ、来てる、危ないぞ。はい、今撮ってますけどね、一緒に映ってたら、その人たちがさっき撮った人があると。いや、まあ、怖かったね。はい、ということはね、またね、ハワイね、どんどん厳しくなってますので、とりあえず10月1日までは実質観光業を封鎖っていう形になっているので、はい、厳しいね、今年ね。はい、そうだね、来年かもしれないね。まあ、こんな感じで僕たちもね、動画厳しくなってます。正直撮影できなくなってるから、いろいろ、はい、まあ、そんな感じでね、僕たちもまあ細々とね続けていきますので、皆さんも健康に気をつけてくださいね。はい、ということで本日の僕たちの動画気に入ってくれたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。 Be do I see trees are green Red roses tooI see them blue for me and you, and I think to myself, wonder, wonderful.